はい、ということで今回の企画はですね、フリーキック対決ということで、フリーキックの名手たちとちょっとフリーキック対決をしていきたいと思いますが、早速ちょっと紹介したいと思います。森崎浩二さんとリゼムの慶吾です。お願いします。お願いします。ということで、ウィナーズのフリーキックの名手あるっすということで、あとは浩二は、まあ、J リーグ、はい、通算フリーキックのみで12、3点っていうこと。はい、俺と浩二さんの対決ちゃうわ。何を言うと名手はいるじゃないですか。いや、気持ちの名手、気持ち、あ、壁でしょ、気持ちでフリーキック入るんじゃなかった。違う、あ、気持ち。今回キーパーもね、しっかりとした優秀なキーパーを用意してますということで、アキノリです。ありがとうございます。お願いし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 ます。で、アキノリはまあ提供の枠で、まあ、はい、ウィナーズに今キーパーとして頑張ってくれてるんですけど、反応スピードがすごく速い。ありがとうございます。もうすごい速いから簡単には決められないっていうことで、今回はまあキーパーだけじゃなくて、ダダンっていうことでこちらの壁しっかり用意させてもらいました。前にスペシャル企画、中村俊介さんと遠藤彌太さんとフリーキックやったんですけど、まあこれでやらせてもらいました。まあルールなんですが、このフリーキックボード3人でまずじゃんけんをして、勝った人が好きなところに置く。それで3人同じとこから蹴る。1つの場所で3球ずつ、計9球蹴ります。それで一番多く決めた人が勝利ということで、今回ですね、こちら勝った選手には、まあ、スポーツサポーターブランドということで、ザムストさんのクールシェーダー冷感ポンチョをプレゼントさせてもらいます。え、勝った人ですか。もちろんです。はい、え、僕はなんかないですか。3点ないですか。3点以下だったらこちらをプレゼントさせてもらいます。ありがとうございます。冷感ポンチョということで UV98% カット、でフードもついてますし、冷感ポンチなんで濡らして、あ、ちょっと絞って、これで着ていただく。こちらを着ていただくと肌温度-15°C。やば、-15°C、はい、すごい、かなりこう冷たい、めっちゃ冷たい。すごい、トレーニングした後とかに冷やすって、冷却する。めっちゃ冷たいっすね。めっちゃ冷たい。でこれ何度でもこれできるので、もう一回こう水つけてしまって、そう、バンバンバンってやって、すげえ、こちらをねプレゼントさせてもらいますので、フリーキック対決ということでやっていきましょう。はい、順番きます。最初はグージャキ、はい、最初はグージャキ、はい、ボールはそう、置く場所の順番だから何番目でもいいです。じゃあ3、3番目、はい、いや俺じゃあ最初でいいです。じゃあ2番目に置く、はい、一応置き方としてはボール、まあ、蹴りたい場所、場所ね、はい、ボール、自分が蹴りたい場所にボールを設置してもらって、うん、そこに対してアキノリが壁を合わす。なるほど、はい、なるほど。最初はグー、じゃあいき、はい、はい、こうでしょ。最初はグーじゃあいき、はい、あ、じゃんけん全部負けてる。3、2、よっしゃ。じゃあここから1番目、確かに1番目プレッシャー与えれるっすよ。いいよいいよいいよ、いきます。はい、マジ、マジ、マジ、よしよし、マジ。1本目からか、決める、決めちゃう。よし、プレッシャー、これはだいぶ。1本目いきます。うわスーパーセーブ。入ったと思った。やばい、ナスさんあるな。ちょっとコース甘かったが。オッケーよ。うわよし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 よ
ナイスキー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 よいしょあの選手インパクトあるな負けてるな負けてますよし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 よ
しよしよしよし、落としきれない。落としきれない。いっ、うわうわうわすげえ、えぐい、そやったそこもきすごい、えぐいっすね今のは。3本目、よっしゃ、よっしゃ、よし、よし、マジか、マジか。いやーでも弾いたんだけどね。よし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 。これでもう僕試験したの。確かに。確かに。3問目いきます。よっ。よっ。入ってないよね。4本目いきます。はい、いこー、いやー、いこー、いやー、あの、秋のりが秋のりが終了したね。なな, なんかお気に入ってね。お気に入ってやべえ、今やっとついたつもり。ごめん、うわぁ、うわぁ、おちょおちょおちょ、よし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 。なんか今日めっちゃゴールでかく見えるっす。ええ、めっちゃでかく見える今日。調子乗った、ちょっと見たことやらかったちょっと過信したね。俺はゴールちっちゃく見える。こっちですか、謙虚に行こう。いや、まだ一歩も決まってないから。ゴールちっちゃく、キッカーの足しとるもんな、うん、してる。入り方がね、縦なんだよね。そうなんだよね。確かに。ほら、うわほら、うわなんだの蹴り方。どんなことイメージしてて結構見てますよね、見てるね。キャッチ、キャッチ、笑顔でキャッチ。いや、かわいい、壁と同じ顔してた。これ決めないと、うん、苦しくなる。間違いない。うまい、うまい、うわー、うまい、うまい、うわー。はい、ラスト、コウジ。そう、一番得意な角度はなんと、あ、そうなんですね。ここが得意だったんで、この辺が。7本目
ああ、コース良かったね。でも入ってる入ってる、集中してるよ。全然ダメ。今日ダメだ、今日ダメだ。うわっ、うまい。うわっ、うまい。止めんのか。この辺で終わらせたいな。パス2本。うわぁ、全然ダメだ、やばい。うわぁ、全然ダメだ、やばい。やばい。1本は決めるよ。1本は。ナス枠行こう。うわぁ。うわぁ。うん。なんとも言えない。なんとも言えない。うまい。うわー、うめえ。うまい。うわー、うめえ。めちゃめちゃうまっ。よっしゃ、うまっ。これで敬語にちょっとプレッシャー与えられたかな。よし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 よ。うわー、ちょっと後半戦ダメだな。優秀の美で。何の優秀の美。決めればサドン。決めればサドンです。どっち蹴んだ。うわあ、すごい。俺敬語に勝ったしかったから、すごい。イエース、イエース。マジすごい。イエース、すごい。イエース、すごい。イエース。イエース。まだまだ勝敗ちゃうちゃうちゃう。俺俺決める。全部持ってくから。いや、取れ高ねえからっつって、もう前前に前に出てきて。頼んです。うわじゃあじゃんけんしよう。いやいやいや、いやもう出るとこなりました。いやいや、壁あるから。あ、最初はグーじゃんけん。ほい、はい、よいしょ。先行。ちょっと勝ったと思ったな、今日は。いやすごい。下入りますか。いや、もういいじゃないですか。もういいっすよ。サドンです。一本目。オーケー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 。やばい。オーケーオーケーオーケー。やばい。ちょっとね、敬語ね、縦回転蹴り始めてから少し浮いてんだよね。いや、浩司さんめっちゃ連続で決めてるわ。浩司もフィーリング良くなってきてんな。見えるもんな、なんか。よしよし。おしおしおし、 おしジュースの先輩には負けられないですね。サドンです。2本目。うわうわナイスナイスナイスケアギラリ。ナイス、いきます。
すげえ。うわーすげえ。やった。英語に勝った。やったよ。英語に勝った。すげえ。ロケーゼン。えぐい。すごい。うまい。すごい。この展開で分かるな。これと見ましたか。これが満身ってやつですよ。え？あの縦回転からちょっとずれてきた。うわー最悪や。最初慶吾がね3本中2本決めたんだけど、そうそう、うん、そこから1でずっといって、はい、2本連続決めての同点からの自分の得意な角度、うん、最悪や。すごい、ね、やりますやりますやりますすごい強い。一応あの僕も勝負してたんですけどでもねやっぱフリーキックの2人とも名手ってことで、うん、結果的には、まあ全部で言うと11本中4本決めて、はい、3本、はい、決めたっていうことで、まあ、今回の勝負はコーチの勝利ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。でですね、今回このザムストさんの霊感ポンチョ、こちらですね、こちらおはようございます。おはようございます。こちらこちらですね、なんとザムストさんから10名の方にこの霊感ポンチョをプレゼントというか、はい、概要欄の方に貼ってありますのでぜひ応募していただいて、冒頭でも言ったんですけど、UV98% カットと、あとこのね水で濡らして絞ってこう来たら肌温度がマイナス15度下がるということで、まあ、スポーツ時に非常に冷却してくれるということで、皆さんぜひ応募していただければと思いますので、今回まあフリーキック対決ということで、もう激闘の激闘、あ、むしろね、あきのりももうナイスキーパー、いや、全然です、めちゃくちゃ楽しかったです、ね、実際どうなの、受けてみてさ、コージとケイゴと、まあどうなの、あの弾道はお二人とも違うんですね、やっぱ、うん、実は違うんですけど、両方ともやっぱりこの止めらんないっすね、ちょっとケイゴくんとかあったんですけど、触って入るみたいなあったんですけど、やっぱそのギリギリでしか触れないっていうところもあるんで、うん、僕も頑張らないとなというふうに思いました、はい、なるほどね。サンフレッチェユースのね後輩と先輩ということで、はい、ケイゴからどうですか実際やって。いや、そうですね、まあ、コウジさんちっちゃい頃からプレーも見てて、すごい今日の対戦楽しみにしてて、うん、絶対倒したろうと思ってでも途中ちょっと勝ったかなって思っちゃったのが、いや、ダメでした過信したね、ちょっと過信しましたね。なんでちょっと次1対1でいつかまたリベンジしたいな、マスター抜きでマスター抜きでリベンジしたいなと。壁にいるじゃん、ガヤ言うわガヤね、はい、一緒に喜びますから。いや、でもすごい楽しかったです、ね、はい、あの最後にコウジ優勝、いやもう本当嬉しいですよ、今日のために広島から来ましたけど、来ていただいて、はい、まあでも慶吾となんか一緒にねこう対決したいなっていうのは、うん、やっぱりこう YouTube 見てても思ってたんで、うん、ナスはちょっと、ああ、すみません、一応これ俺のチャンネル次リゼムでやりましょう、そうだね、俺絶対ついてくからまあでも楽しかったです、はい、ありがとうございます。ということで今回はフリーキック対決ということで、秋のりとリザム慶吾とYouTube されてるので概要欄の方からチェックしていただいてということで、あとコージも SNS やってるので、はい、皆さんぜひチェックしてくださいということで、あとこの、ザムストさんの霊感ポンチョの方も応募リンクの方から応募していただいてということでよろしくお願いしますということで、チャンネルがいいと思ったら、チャンネル登録と高評価コメントの方ぜひよろしくお願いしますということで、今回もありがとうございました。ありがとうございました。